どうもこんにちは。本日ゲストでお迎えしました西谷ジョージさんです。あ、西谷です。待ってました待ってました待ってました日本最速の男。あ、いやいやさん、そう、ブラックを5秒で出すらしい。5秒かかってない。5秒じゃない。今日は西谷ジョージさんの持論。はい、持論です、はい、あのダーツの上手い人の話を聞くのってめちゃくちゃ楽しくて、はいはいはい、それをシリーズ化してやりたいなって思って、それの記念すべき第1弾です、はいはい、そしてこの動画を見て多分大奥さんはなんで俺じゃんって言ってる LINE してくる可能性があるって大奥さんも大奥さんも大奥さんもやりますね大奥さんもやりますということでいろいろと聞いていきたいなと思って、なんか自分でジョージさんの内側調べたりとか、はい、人から聞いた話によると、はい、回転をかけてるかけてます。はい、かけてます。っていう話を聞いたんですけど、はい、かけてるとはかけてる無意識でこうダーツを飛ばしてて、はい、結果、周りの人からも回ってるよねって言われたりとかじゃなくて、はい、自分からこう回るようになる。ダーツが手から離れた後に、はい、もう僕の場合は左、はい、左側に行く、回るように。左に半時計回り。半時計回りですね。指を相手使ってるっていうこと。まあ、それに近いですね。え、でも、普通の回転で言ったら、右回転がかかる人多いですか？人差し指が残ると、そうなるんですね。大きさとか多分右回転かな。あ、へぇー。右回転の方も結構いますね。でも、あえて左回転かかる。あえて僕は左です。なんであえて左ですか？右でもいけたってことですか？右回転の方は、まあ、僕の場合は、もともとのグリップが結構親指を中心に使ってたんですけど、はい、人差し指結構コントロールが厳しかったんですよね。はい、人差し指でコントロールを最後までやっていくっていうのが難しくて、親指でやると、というか意識が結構簡単なんですよね。親指と他の指で持ってるじゃないですか。はい、こっち側の一本でコントロールを、人差し指だけこうちゃんと的にこうって、結構難しくて、他の指のこうバランスとかが分かんない。親指一本だったら、ちゃんと、一本だったら、いけんじゃねえかって。これだったら、一本ならコントロールできる。一本ならいけんじゃねえか。その結論から回転かけるようにした。回転かけるようになった理由は、当時、まあ、聖子さんトップにいて、マスミ君とヤンマーと、はい、鈴木徹さんがランキングで上にいて、はい、当時の強いプレイヤーっていうんですかね、その、みんな回転かかってたんですよね。全員、ものの見事です。聖子さんは左回転かかって、はい、真澄君も左回転。はい、で、ヤンマンも左回転して、はい、徹さんも左回転。徹さん回転かかってるように見えないですよね。めっちゃ回ってますね。かかってるんですね。はい、それで、その、回転の技術っていうのを取り入れてみようと。やったら、やっぱりレーティングも下がるし、調子も悪くなるし、この本番でできるわけないよみたいになったんですけど、はい、きっかけがあって、はい、使ってみ試合で使ってみたら、はい、回転の技術。そうですね。だ緊張するじゃないですか。はい、外しちゃいけない。なるときに、もう一個回転もちゃんとかけなきゃいけないっていうめんどくさいのが追加されたんですよ。はいはい、でも絶対緊張したらできないんです、はい。けど、回転をかけてきちんとダーツをこう飛ばすっていう技術的なところに集中したんで、はい、入れなきゃいけないっていうのが、ちょっと。いい意味で散漫になったんですよ。そうですね、はい。入れなきゃいけないに集中してるんじゃなくて、はいはい、ここのテクニックに集中してるんで、はい、ちゃんとやれば入るだろうぐらいの感じで、はい、ただ、ここはちゃんとやろう、はい。入るか入んないか別として、綺麗に投げるのはやろうっていうのが、プラスに働いたんです。だから、試合の緊張をした中でも、ダーツがこ うまく飛ばせた。はいはい、あっとかなくなった。なるほど。そしたら、こう、やっぱり緊張してもいつも通り打てるっていうのができるようになってきて、まあ、成績もついてきて、はい、もう今の話だけ聞くともう回転かけたくてしょうがない一人一人言うとあれですね、回転かけることによってダーツの飛びとかの影響じゃなくて回転かけるっていう自分のこう意識にプラスに働いたみたいな感じ。そうですね、まあ、回転の飛びも変わるとは思うんですけど、的を狙いすぎなんかやっぱ狙いすぎると硬くなるじゃないですか。そうですね、それがこっちに集中がいくから、あの10向こうにあると硬くなっちゃうものが5に減ったみたいな。そんな感じですね。結構本当にこう合わせるポイントを合わせて、あとはここのリリースさえちゃんとやれば綺麗に回転かけて飛ばせれば入るっていう
自信があるのと、まあ、緊張してる時はここの、ここしか考えてない。はい、入れるってなると多分入る入んないの二択になるから、はい、緊張すると思うんですよ、めちゃくちゃ。うんうん、どう転ぶか分かんない。でも、ここは、その、ちゃんとやればできるから、練習してる。自分後の戦いに集中できるじゃないですか。そうですね。入る入んないが意識からこう。その、回転をかけるために、何を考えて回転を入れられるのか。もう本当に、ブリンっていう感じ。回転初心者からすると、もうものすごく、ピンって、こうやってやらなきゃ、回転かからないから。そうですね。あ、それを自然体に馴染ませるまで努力して回転をかける意識をした。そうですね。最初はもうそのブリーンってなってたんですけど、でも、まあそれがだんだんこう、おとなしくなっていって、そうですよね。で、自然にできるよね。何ヶ月くらいだったんでしょう。でも、なんか馴染んできたなって思った。馴染んだのは、1月、2月くらい。本番で使う勇気っていうのは結構なくて、あ全然、投入してなかったんですよ。意外と、その本番で、なんか、やりきれない、やりきるっていうのはありますよね。あるね。村松春樹さんから、水に聞きしたことがあって、話してるのを俺がこうやって聞いてたんですよ。いいやつですね。一番いい勉強のやつ。スリムシャフト、一日で、通して使ったの初めてだったって言った日があって。そういうとこあるんで、やっぱプロの人も、試すんだな。そうですね、そうですね。だから、ゆうたろうさんとかもグリップの位置をちょっと前にしたとかって言うから、初めてこれで投げたみたいな。だからって、ジョイスさん、バレル借りてあげてましたね。そうですね。やばい、初の時に。それこそ、投げてみないと分からんですね。まあ、そうです。本番で。本番でいいダーツとかもありえますもんね。本番のドキドキ感。の中で投げたらいつものダーツが違うとこ行くと思うんですよね。うん、いつもと違う動きするんで自分が、はい、ダーツも違う動きするんですよ、ね。だからいつも本番のドキドキ感で練習してれば本番と同じ練習がちゃんとできてれば道具も多分ピタッとしたダーツが見つかるんだろうけど、そうもいかないですもんね。まあ本番行ってみて違ったらもうその時になんとか間に合わせるしかない。調整して、うん、それが当日にできちゃうっていうのは行かれてるけど、セッティングに 幅持たせるといいかもしれないですね。ああ、このセッティングにすると飛ばない、はい、このセッティングにすると飛ぶとか見つかってれば本番でいや今日飛びすぎて狙えないとかなれば飛ばない方にできるし、飛ばなければ飛ぶやつに変えられるし、だから春樹さんも多分突発的にそのスリングで今日はやってみようと思ったとかもあるんですかね。そうですね。他のスポーツが結構当たり前ですよ。テニスとかもみんなラケットいっぱい持ってきたりするし、卓球とかもなんかいっぱい持ったりして、はい、使い変えたりするから。まあ、ゴルフのあれもみたいな、場合によって状況に応じて変える。はい。お金、めっちゃ持ってたら、はい、やりますか？なんですけど、これアタッシュケースみたいなの買っちゃって、これにしようかな。なんだっけ、なんかそこの、今日はすごいじゃん。なんならタングステンのパーセントも変えたくない。今日は 96%。 なんかそういう人現れそう、ね、現れると思います。なんか例えばなんか自分のシリーズが5シリーズあるから今日はどれでいこうかなって、あ、これが今日得なみたいな。そうそう、いいと思うんですかね、それで。意外と笑い事じゃない。でも審判席にアタッシュケースあったら邪魔だよ。ガッパッて書いてある。すげえ面白いけど。ちょっと話脱線すぎて。ダーツの技術聞かなかったのに。まあ、ジョージ、まあね、そうそう、ちょっと今脱線しちゃったんですけど、まあ、ジョージさんと言ったら、聞きたいところ、もう一点ですね。やっぱ、なんでそんなに投げるの早いのっていうところですね。そう。え、昔から早いんですか？昔は遅かったです。めっちゃ遅かった。嫌がられるぐらい遅かったです。相園さんぐらい。アイゾノ君よりは早い。アイゾノ君はちょっと見たことないレベルなんです。何をきっかけに早くなったんですか？イップスになっちゃったんで、その肘を痛めて、はい、投げすぎですね。練習もしすぎで肘を痛めて、はい、そしたらテイクバックが結構肘痛くて、テイクバック引けなくなっちゃって、はい、で、引かないで投げる癖がついてったら、リズムが今までこう投げてたのが、引かないから、その分速くなる。はい、それがどん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 、テイクバックできる間でもなるようになっちゃって、リリースがすぐ速くなっちゃう。だから、ジョージさん投げるときに、こうなるんですよ。イップスの名残。あ、それもあるかもしれない。あ、それの名残なんだ。この、
ちょっと開く感じ。こうなったりします。そうそうそう。ああ、それは肘をかばってます。痛い。痛くなっちゃうから逃がすやつを。あ、力を下に逃がす。もう体が勝手にやってるんです。へえ。もう体もちょっとつんのめったりしてる。イップスどうやって克服しました？僕はイップスになった時は冷静になろうと思ったんですよ。イップスかどうか、イップスかどうかって分かんなくないですか？分かんないですね。俺イップスみたいな、めちゃくちゃ入らないし、めちゃくちゃダーツも飛ばないし、なんか体が勝手に動くし、でも友達に聞いてもやってただけじゃねってなるから、はい、これは何なんだろうと思ってたんだけど、まあ、どうやらイップスだな。どのレベルですか？結構なんか柔道ある。引けない。でも引いてるんですよ。引いた、自分の中では引いてる。でも止まってて。で、投げると手が引けてない。角度が出ない。はい、こう、盤面を狙って投げたら、下の画面とかボタンのところにダーツが飛んでくる。そういう状態になって、こういう感じの投げ方になってるんですね。まあ、それは、冷静に何が悪いのかをこう考えようと思って。で、精神的にイップスになってるのか、肉体的にこう怪我をしてるのか、ちゃんと考えようってなって、自分の体をまず調べて、で、肘がめちゃくちゃ痛くて曲がらないことに気づいて、ちゃんと。で、あ、これ肘を治さないといかんな。で、病院に行ったら、テニス肘みたいになってて、はいはいはい、手術した方がいい。なんか手術した方がいいんじゃないかってなって、それは無理っす。しなかったんですね。それは無理。トミー・ジョン的なやつ分かんないですけど、はい、まあ僕、そんなに、その時は、はい、あれ本当にやりたかったけど、手術したら、今度手術のリハビリが必要じゃないですか。まあ確かにそうですね。それは最終的に取っておこうと思って、友達と遊ぶ時は左で投げて、右はプロの試合だけ使う。その日だけ使うみたいな。右腕はもうずっと治療みたいな感じで、できるだけ投げないようにした。もう投げなくて使わなかったです。他の場所を鍛えたんですめっちゃ。筋トレして、肘使わなければ鍛えられたんで、全然まあ、はい、じゃあ、いろんな場所鍛えて、体を良くしてったら、まあ、肘を使わない、負担をかけない投げ方っていうか、はい、こう腕に筋肉ついてくると、はい、とか手首、こう、他のところが、前腕と他のところが鍛えられてくると、他の負担を使う。そうですね。負担が減ってきたっていうのもあって。まあ、ベンチプレス50キロの人が持つ荷物の重さが違うのと一緒です。50キロと100キロの人が持つ荷物が違う。筋肉量が違う。うん。負担も違うんですよ。ちょっとの力で投げれるってことです。昔 10% の力で投げたら、5% で同じ飛びができる。できるってことですよ。だから、ほんと、トグロ 100% になれば、トグロ 100% になれば、もう別に肘関係ねえと思ってたんですけど、はい、まあ、そんな感じで、カバーして、はい、自分の体をカバーして、やってったら、まともな投げ方っていうんですか、その肘になりたくない投げ方を見つけたんですね。今まで、どこ鍛えました？あ、もう全身ですね。全身、まんべんなく。まんべんなく。当時は、もう、ダーツは、無理。もうその、はい、右腕死亡してるから、無理ってなったから、バランスよく健康にしよう、うん。体の悪いと腰とか、そういう太ってるとか、なんかそういう部分を全部正常に戻そうと思ってやったんで。奥さんも鍛えてるっていうのは、ね、健康が一番いい。多分他のスポーツの人たちって、体のバランスが崩れてきたりとか、はい、その、ちょっと違和感を感じたら、肘違和感を、なんか野球の選手とか違和感を感じてるとかニュースになるんですけど、ね。ああ、ありますね。何それって思うんですか？いや、思います。いや、まあ、それが普通なんだったと思うんですけど、うん、でもプロの選手って違和感を感じてるって誰も、ダーツプロ。あんま言わないと思うんですけど。え、ダーツプロ？ダーツプロで。ああ。シグナルっていうか、体が発してる危険信号にちゃんと気づいてあげると、イップスは、だめ、治らなかった。まあ、ジョージさんのパターンだとあれですもんね。肉体的なイップスですもんね。肉体的なイップスがメインです ね、うん、ですね。肉体的なイップスがあると、レーティングがもともと高いし、はい、こう、まあ、いろんなところで戦って強いって言われたりするのに、初めて会った人には、いや、クソ下手やんけってなるじゃないですか。はいはい、となったら、昔上手かったんですって言わざるじゃないですか。はい、いや、まあ、ちょっと半年前ぐらいは、めっちゃ入ってたんですよ。いつもは違うんですよ。いつもは。それをやっぱ半年1年で続けると、メンタルがイップスみたいになってます。俺今そうかもしれないです。で戦いたくないですよ。対戦お願いしますって言われたら、いやーみたいになって。精神イップスですよね。そう、2段階で来ると思うんですよね。メンタルでまず来て、でメンタル来ると、2パターンっていう。もう完全に投げない、ダーツに携わらないっていうパターンを取る人と、うん、やっぱしがみ、ちゃんとしがみつく人もいて、
まあ、一緒同じぐらい1分住んだと友達とかが投げない方が調子よくなるって言って、はい、でそれは確かに体の負担ケアされてきて、はい、投げない期間がある程度のあると調子が良くなるんだけど、根本的な筋肉量の不足とかフォームの改善をしてないからすぐも同じになっちゃうんですよね、うん、でそれを繰り返していくとメンタル的に練習はしない、はい、戦いたくない、でも上手くなりたいんだけど上手くなるには練習しない方がいいっていう矛盾が起きてきちゃって、それに陥るとやばいっていうのが分かって、下手くそなことをもう出していこう、あ、もう言われてもしょうがないし、なんか言われてもあれだし、もうとりあえず僕今は怒られようと思って、ね、なかなかできないです、そうちゃんと向き合うってことは難しい。俺今のことは長老引いたマジで。え、じゃあ結構長かったんですかその期間。一発バチンってなった時から数えると完全にこう良くなったなっていうのは2年半とかかかったなって思うんですでも僕がなった時はもう末期、もういきなり的に刺さないぐらいまで到達したんで。みくるちゃんに昔言われたんですよね。だから何時間も投げるのはいいけど、体を痛める投げ方をするんだったら良くないんです。あ、そうそう。だから何時間も投げれる投げ方を見つけらって言って、だから要は逆算でその方法を見つける。苦しい投げ方を続けて体を痛めるのは良くないから、うん。まあそれに近いですよね。要は自分のその負担を減らす投げ方を見つけたってことです。入れたいんです。入るフォームが、大成功だから、うん、入るフォームを優先をどんどんしていくと、うん、やっぱ無理が出てくる、うん、で入るフォームってその時入るフォームで、うん、疲れてる午後に入るフォームとか、うん、言ったらアップが時間かかるんですよっていう時って、アップして体を慣らさないとその動きができないっていうのは、うん、そもそも体的に合ってない動きをしてることが多い、うん、なるほど。ということで、本日のゲスト西谷ジョリさんでした。回転についてと、なんでそんな投げるの早いのかと、イップスの克服の話を聞かせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにですね、西谷ジョルさん、YouTube の方やってますので、ご存知の方も多いかと思うんですけども、あの概要欄の方にチャンネルリンク貼ってきますので、ぜひ、ご覧になってください。ちなみにマイクラとかもやってるんで、マイクラとか竜の如くとかやってるんで、ほのぼのほのぼのほのぼのやってる。結構やっぱ試合とかだけの姿を見てる人が多いと思うんで、どういう人なんだろうっていうのがやっぱ知りたい人って言われて、そういうね、YouTube チャンネルやってるんで、あの俺もたまに覗いてるからたまに覗いてるダーツ戦略面白かったですね。ダンス潜入してました。あれめっちゃ面白い。気になるー、チャンネル見なきゃなんでそんなテレビ的なリアクションするんですか。うさんくさい通販みたいなやつがあるね。そういうのやるとみんなやりやすい。みんなでじゃあ登録しよう。はい、本日のゲスト西谷ジョリさんでした。ありがとうございました。